ゴットランドはスウェーデンの巡洋艦。韓米はゴットランド島に由来する。ゴットランドはバルト海での行動を前提とし、1934年末に航空巡洋艦として巡航した。1944年に防空巡洋艦に改装された。第二次世界大戦が終わると練習艦や防空指揮艦として運用された。諸外国からも 航空巡洋艦として認識され、日本海軍のトネ型重巡洋艦や修理改装後の最上に影響を与えた。排水量の問題もあり、走行防御、並走、機関性能については抑制せざるを得ず、航空巡洋艦というよりは高速重武装の水上規模艦という性格が強い。1941年5月20日、コトランドは、 ライン演習作戦により大西洋に向かおうとしたドイツ海軍の戦艦ビスマルクと従順プリンツオイゲンを発見、本国に通報し、イギリス海軍によるビスマルク撃沈に貢献した。1925年国防法によって陸軍、海軍の航空隊からスウェーデン空軍が設立され、艦載機による防空が検討された。しかし、空軍の保有機に防空に適した機体はなく、 艦載機の目的を断着観測や追跡とする観測機に変更した。1925年には航空巡洋艦2隻の建造が検討された。研究は継続され、1926年12月に航空巡洋艦としてカタパルト2機、水蒸気12機を搭載する4500トンの小型航空母艦が提案されたが、この提案は採用されなかった。 1927年、15.2cm、連想砲3キロクモン、カタパルト2機、露天軽視により水蒸気8機を搭載する排水量5500トン、速力2 8トンの航空寿命館が提案され、リクスダーゲンで承認された。1650万スウェーデンクローナの予算が付された。しかし、この計画は予算不足で変更を余儀なくされた。 全長を10メートル縮小し、砲塔2機、カタパルト1機とし、速力を27.5キロトンに低下させ、排水量を700トン減ずる設計変更が行われた。1929年、スウェーデンは解剖戦艦ドリスティゲーテンの兵装を撤去して、飛行艦板を設置、水上規模艦に改造した。この方式が有効と認められ、本艦に生かされた。 1930年6月7日、ヨーテボリのヨータバル建造船所と建造契約が締結された。また、リンド・ホルメンス造船所が副契約者となった。船体形状はクリッパー型艦首から艦尾まで緩やかに傾斜する平ら乾板型船体である。艦渉乾板に 15.2cm 連装手法等が1基。 その後ろに下部に司令塔を組み込んだ二層式の箱型環境の両脇には、片弦一基ずつのケースメイト配置で1 5に、センチメートル単装砲を配置した。環境の後部に簡素な短脚式のマストが立ち、その後方に傾斜した二本煙突の周囲が関西艇置き場となっていた。二番煙突の背後に見張り諸七75ミリメートル連装砲が、 その下方にある甲板に 53.3cm3 連装水上魚雷発射管が片元1機ずつ計2機配置された。後部甲板上に 15.2cm 連装手法等が後ろ向きに1機が配置された。その後ろの甲板に格納庫と飛行甲板を設け、旋回式カタパルト、水上機、クレーンが配置された。トランサム型の完備構造には、 ハインマットを備えた。造船所は、軽量となる溶接による建造を提案したが、海軍はリベットによる建造と比べて実証されていないと考え、実績のあるリベットが採用された。模型を作成して試験を行い、水の抵抗を減らすため、バルバスバウを設け、原則の角度を調整、二重線角と区分化された水密構造を備えた。推進機は、 エレンスコルド旧駆逐艦の発展系を搭載した。ペノエ製重油ボイラー4艦で、ラバル性出力 33000hp の蒸気タービン2機を駆動して二軸推進を行い、速力は2 7 5キロトンに達した。飛行艦板は、後部艦板上に設けられ、通常の運用で飛行艦板に水蒸気発揮が搭載可能であった。加えて、 後部甲板と飛行甲板の間の格納庫に3機を格納可能であったが、この場合は、カタパルトの運用は不可能となっていた。水上機は、イギリス製の放火オスプレイ水上偵察機のライセンス版である s q を運用した。6機しか発注しておらず、これが実際の搭載機数となっていた。原型機は、ロールスロイスケストレル液冷エンジンを搭載したが、 スウェーデン海軍が自国で製造した機体は、空冷ペガサスエンジンを装備した。1934年末までに、輸入機とライセンス機を合わせて24機が揃ったという。当初案では両元に備える予定が1機となった、カタパルトは、ドイツハインケル製のものが、艦の中心線上、後部砲塔の直後に配置された。これは22メートルの長さを持ち、圧縮空気を用いて、 時速 100km で機体を射出することができた。機体は機場によってカタパルトまで牽引され、相互に干渉することは避けられていた。機体の回収は、完備側に設けられた、揚収用クレーンを用いて行われた。海峡が穏やかではない場合は、ハインマットでの揚収が可能であった。ハインマットは、洋上に着水した水蒸気を航行しながら収容するための装置である。 その名の通りた水性の生地でできた帯状のマットレスを完備から流し、水上を滑走する水蒸気がそのマットの上に乗ることで機体を安定させ、クレーンで要集するものである。手法は、スウェーデンボフォース社のボフォース m ム315.2センチメートル法を採用した。艦首から箱型の連装砲塔形式で一機二門環境の両脇前方にケースメイト配置で、 片弦一門ずつ、計二門、後部乾板上に、後ろ向きの連装砲塔で一気二門を配置した。その性能は、砲塔形式とケースメイト配置で異なり、砲塔形式の最大行革は、対空戦闘を考慮して、最大60度まで確保され、射程は18000メートルに達した。一方、ケースメイト配置形式の性能は、室内配置のため砲塔のものよりも制限が、 大きかった。広角砲として、ボホース 75mm 砲連装砲画で、後部見張り所と1 5ートル後部手砲等の間に一機二門、単装砲画で二本煙突の間に、片弦一門、計二門を配置した。これは、手動で操作された。近接対空兵装として、ボホースメートル32、3225mm 機関砲を単装砲画で、 環境量源に各1問、計2問、環境構造物工法に2問の合計4問を備えた。さらに、8mm 基重4兆も備えた。53.3cm3 連装魚雷発射管を片元1機ずつ、計2機を配置、さらに機雷を80個から100個搭載して完備からの投下が可能であった。1933年9月14日、浸水。 大やけみと、カタパルトの装備がなされた後、1934年12月14日に、収益、装備試験のためカールスクルーナへ開港された。収益後は、沿岸艦隊の機関として、駆逐艦4隻を引き、当機には長期航海を行った。第二次世界大戦勃発時、本艦はスウェーデンが保有していた、唯一の巡洋艦であった。 ベーザー演習作戦によりノルウェーやデンマークにナチスドイツが侵攻した1940年4月9日にはゴトランドはストックホルム海軍基地で整備中であった。ゴトランドは大戦中スウェーデン海軍の最大戦力である沿岸艦隊に所属し続けた。この間、1940年1月に S 級を一機事故により喪失している。1941年5月中旬。 ドイツ海軍は、ライン演習作戦を発動し、ビスマルク級戦艦のビスマルクと、アドミラルヒッパー級重巡洋艦のプリンツオイゲンを、大西洋での通称破壊作戦に投入した。5月18日夜、重量艦2隻と随伴駆逐艦は、ゴーテンハーフェンを出撃し、バルト海を航行して、ノルウェー西岸を目指した。5月20日昼、カテガット海峡で、 砲撃演習を行っていたゴトランドは、スウェーデン領海を越えて北上するビスマルク部隊を指認した。ゴトランドが訓練中に偶然ビスマルク部隊と遭遇したのか、それとも情報機関に教えられて意図的にビスマルク部隊に接触したのかは定かではない。天候は快晴でビスマルク部隊は漁船群を避けながら航海する羽目になっていた。ゴトランドは午後1時頃から ビスマルク部隊に直接し、しばらく同行する。ビスマルクもゴトランドを指認した。ゴトランドから情報が漏れることを懸念した、リュッチェンス提督は、同艦との遭遇及び人形が通報されたことを本国に報告したが、ドイツ海軍上層部は、スウェーデンは完全中立だから心配ないと返答した。ところがゴトランドは、ビスマルクとの遭遇を通報していた。この情報は、 西海岸海軍司令部に伝達され、ストックホルム駐在の海軍部官を通じて、イギリスにもたらされた。一方、航空機の発展によりゴトランドの搭載機である S9 が旧式化し、有用な装備ではなくなっていた。1943年から1944年にかけて新型機への更新が検討され、S12 と S17BS が候補となった。 しかし、機体重量増加のためカタパルトの更新が必要であることから戦時下において現実的な選択ではなく、防空巡洋艦への改装が決定された。航空偽装はすべて撤去され、先に、スバリエ級解剖戦艦に装備されたものと同じ方、安定装置付きの 40mmM36 機関砲を連装で3機6門とこれに加えて、手動で1機2門。 さらに 20mmM40 機関砲2門が追加された。S q は沿岸から運用され、1947年12月2日まで運用された。第二次世界大戦が終わると訓練に用いられ、10回の航海を行った後の1953年に再度、改装が行われた。25mm 機関砲、単装2門を除く全ての対空火器と、 ケースメイト内の 15.2cm 単装砲を撤去し、レーダー、航空管制機器、40mm 機関砲13門を追加した。1955年に改造が完了したが、1956年に予備艦となった。1960年7月1日に除九1962年4月1日に売却され、1963年にインスタットで解体された。 ありがとうございます。